こんにちは、速稼塾職務です。今日はね、とってもいいコメントが入ってましたんで、これを紹介しながら皆さんにみんなの銀行の話をしようかと思います。コメントはね、こんな感じです。紹介コードありがとうございました。今朝朝起きたらお金入ってきましたということで、正確にはお金が入ったというよりも、あのウォレットの方にね、アプリの中に入ったということだと思いますけども、まあ当然これは今日からお近くのコンビニの ATM で現金を引き出すことができますので、ご安心ください。バーチャルなものではありません。でね、こっからが肝心なんですよ。私はもちろん自分のこともそうですけども、皆さんに1000円稼げるというね、その感動を知ってほしくてこの動画を作り続けています。プラス1000円が入ったということは、今度は誰かにその1000円を稼がせることもできるんですよね。このようにビジネスってのは、誰かを喜ばしたらそのお礼として自分もお返しが来るということの連鎖なんですよ。ですので私が今回みんなの銀行というアプリを紹介しました。そのもっと元では、このみんなの銀行っていうアプリを考えて作った人がいるんですよね。でそれを私たちみたいなインフルエンサーにこれ広めてねっていうふうに渡してくれたんですよ。で私はとりあえず一番最初のアクションで1000円をゲットすることができました。と同時に、どうやったら1000円ゲットすることができるか、操作法も確認することができたんですよね。だから自信を持って紹介コードを皆さんにこうやって毎日動画でお届けすることができてるんですよ。で今度はね、あなたの番なんですよ。この情報を見て、なんだ1000円かと思って通り過ぎるのか、とりあえずやってみて、あ、この1000円入る方法で喜ぶ人がいるかもしれない、助かる人がいるかもしれないということで、どんどん自分から広めていくか、そしてね、最大30万円まで300人まで紹介できるわけですよ。友達の多い方は300人以上紹介したいかもしれませんけども、私は300人もいないのでね、300人を紹介して30万円をゲットするのが、まあ上限でギリギリ限度ですけども、今回ね、これ30万円がマックスなんですけども、紹介活動ができるんですよね。で誰にも物を売りません。誰にも面倒なことはやりません。誰かにその部屋から動いてもらうってこともありません。ただお手元のスマートフォンに紹介コード付きでね、アプリをダウンロードしていただいて、そしてプロフィール作成という一番最初の作業の中に免許証の番号、紹介コード、これを入れていただくことによって、そのアプリが1000円を生み出すということになります。そしてその手順を説明したりお知らせしてくださったあなたも、そういったあなたのウォレットから、あなたの紹介で誰かがアプリをダウンロードしたら1000円そのたびに入るっていうね、素晴らしいことですよね。ビジネスっていうのは、自分で商品を作って自分で集客をして自分で販売しなければなりませんよね。でも今回は自分で商品作る必要はありません。ただみんなの銀行ってアプリをダウンロードして、あ、1000円入ったなと思ったら、その感想を誰かにね、 SNS とかで、 Twitter とか Instagram でお話しするだけです。すぐにそれに気づいて動いてくれる人がいるかどうか分かりませんけども、でも必ず耳を傾けてくれる方いるんですよ。そして今回こういうふうなちょっとお得なね、情報を流すことによって、あなたには確実に信頼感が一歩アップしてるんですよ。ということは、今度新しいお得な情報が来た時、それを知らせたら、それにも乗ってもらえるかもしれませんよね。で私はこれからもこういったお得な情報を皆さんにお届けして、情報で稼ぐことができる、情報で自由を手にすることができる、そしてひいてはね、まあ私と同じように言ったらおこがましいんですけども、まあ、40代で隠居してもうね、ビジネスとか義務や組織から一線を画した、そんな生活ができるようになります。私はこれで家族を養い、家のローンがもう完全にない状態になってですね、本当に楽に暮らさせてもらってます。その分皆さんにこれからもお得な情報をバンバンとね、惜しみなく届けていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。コメントありがとうございました。